かいうのはどうでもいいんですよ。さあ、はいどうも、巨大 EV と二人旅、ハッチマップよ。と言っても今回は、ほぼルール解説ですがね。そうだね、このシリーズの縛りについて、詳しく説明するよ。縛りの全容については、先ほどオープニングに流れた通りです。まず一番大きな縛り、使えるポケモンは、EV 一匹のみ。さらにその EV は、絶望 EV 購入特典でもらえる、巨大マックスができる EV を使います。その EV は、すでに厳選済み、特性適応力、性格いじっぱり、そしてメス、この個体を使っていくよ。ちなみにニックネームは、チーノ、です。モフモフという意味のフラッピー、無邪気という意味のイノセント、これら二つの英単語を合わせたものになってるよ。無邪気なモフモフ。まさに巨大マックス EV を体現する名前だと思ってます。チーノちゃん、これからよろしくね。そして次のルールですが、ドーピングは一切禁止です。ここで言うドーピングは、プラスパワーなどのバトル中使えるアイテムや、タウリンなどの、いわゆる栄養ドリンクも含んでるよ。バトル中でもそうでなくても、アイテムで能力を上げる行為は禁止、ということです。まあ、ここまでは100歩譲ってわかるレベルの話ですよ。問題は次からだよ。次のルールなんて言った?ポケモンセンターに入るたび、所持金を半分失う、です。どういうことなのさぁ。いや、一匹縛りって、その性質上回復アイテムを多用するじゃないですか。そりゃそうでしょ、回復なしでなんてやっていけない。よってフレンドリーショップで、回復を買うのが重要なのですが、今作では、落ちてるアイテムの量が多く、お金稼ぎも簡単なんですよね。確かに、ワイルドエリアもあるしね。そうすると、回復アイテムを大量購入でき、結果的に回復クソゲーが多発してしまうことが考えられます。極論だけど、とにかく回復連打して、相手の PP 切らせれば全部勝てるもんね。これを防止するための縛りです。ちょっとややこしいですが。でも、所持金の半分を失う、って具体的にはどうやるの?これは、ショップでいらない道具を買いまくることで実行します。例えば、毒消しとかですね。ってことは、例えば1万円持ってポケモンセンターに入ったら、5000円分の毒消しを買う。ってこと?そういうことになります。ウッパーカオスの予感。というわけで、ちょっと面倒なルールですが、ご了承ください。そして、最後の縛りもよくわからないんだけど、ジム戦での追加ミッションの話ですね。そうそれ、特別な追加ミッションってどういうこと?これは、ジム戦ごとにこちらが設定した、追加縛りがあるということです。内容は様々。技やアイテムを縛ったり、ジムミッションの内容に絡めたりしてます。ってことは、ジム戦は他のバトル以上にハードになるってことだね。やはり今作のストーリーの中心はジムバトルですから、そこを盛り上げるための縛りです。クリアできるくらいの縛りにしといてよ。では早速、一つ目のジム戦、野郎戦における縛りを発表します。最初の追加ミッションは、巨大炎で刃物を刺す、というものです。あれ、意外と楽そう。まあ最初のジム戦ですし、こんなものでしょう。後半ほどきつくしていく予定です。動画を盛り上げるために仕方ない、頑張るよ。ってなわけで、このシリーズについてのルール解説は、以上となります。相変わらずの亀更新になると思うけど、ゆっくり待っててね。楽しみにしていただける方は、ぜひチャンネル登録もお願いします。では、ご視聴ありがとうございました。あー、いいのちゃんかわいい。